はい、皆さんこんにちは。こんにちは。チョロマツです。マロです。いや、久しぶりね、ね。久しぶりですね。え、マロと、はい、会うのも久しぶりですし。チョロマツくんとも。はい、ね、約2ヶ月ぶりの。元気そうで、ね。でもまたいなくなっちゃいましたけど。本当に？なんその寂しいなんか YouTube から YouTube でなんか言われてたよ、お客さんからファンの人から。いやいや、分かってますよ。ジョージの発言問題だって。いやいや、分かってます。五郎さんがいないの喜んでますよ。いや今ね、いろいろあるんですよ。まあでもね、長いね。でもね、はい、いや、何が長いってジョージさん、はい、ね、はい、やって長いね。長いね、もうね。いや、まあ、正直もう28年になるんですよ、この8月15日。ああ、ジョージさんと。はい。いや、入門してから。まあまあね、こう皆さんね、まあ、どう、あの、あまりこう年齢は明かして、まあ、私はいいんだけど、ジョージさんね、やっぱりいつまでも若くいてほしい。いや、そう、明かすの嫌だけど、でも意外と近いんですよ。そう、うん、こう考えてみると ね、でもあの頃は明らかに俺のが偉そうな感じ、最初から偉そうな。いやいや、今でもそうなんですけどもう28年も一緒にいりゃね、だんだん髪の毛も薄くなってくるし、背中も曲がってくるんですけど、あ、俺ふさふさになるよ。いや、ちょっと待って、28歳、28年経ってふさふさになった。よく頑張ってるでしょ。頑張ってる、頑張ってる、28年頑張ってる、ね、まあまだこれからです。いや、でもね、最初の本当ジョージさん出会ったの28年前、そう、熊本の劇場で出会いました。そうなんですよ、あの時ね、五郎さんに入門させてもらったんですけど。いやいや、まあ、させてもらったというかね、ちょうど私が初代のチョロマツとまだね、はい、朝の舞台に立ってる時。そうです。あ、2代目か。2代です、ジュニア。もう2代目、2代目のジュニアでした。2代目くんですね。ちょうどその頃は本当に忙しくて、朝、舞台が終わって東京の方で仕事があって、はい、そして昼の飛行機で熊本に入って、はい、そう、そして最終公演、そう、4時公演です。お、チョロマツが舞台に立たないと。そうなんですよ、ね、その時に私まだバイトだったんですけど、うん、そうね、あの、その日にずっとうどんコーナーの丼で洗ってたんですけど、はい、その時、その時の日だけ、あの、チケット売り場のもぎりをのバイトだったんですね、うん、で、4時の公演に来られて、初めて東京からあのチョロマツくんが来る、五郎さんが来るということで、その公演は最初から最後まで見ていいってことになって、あ、いい、見たんですよ。お恥ずかしいみたいだと思うんですけど、もう、ね、今でも思ってるんですけど、覚えてるんですけど、40分の公演、52分やったと思います、公演を。で、自分があの時、まあ、今でも本当に分かるんですけど、知ってる、まあ、自分で思い出すんですけど、あの、子供からおじいちゃんおばあちゃんまで皆さん笑顔で帰ったんですね、うん、私この仕事する前まではあの別のサービスやってたんですけど、うん、なかなかいろんな世代の人たちを喜ばせるってことは自分なりにもなかなか難しいなと思ったんですが、本当難しかったね、はい、うん、でもあの公演を見て即座に人生やり直すならこれ、うん、いやいや、本当にね、やり直しました、うん、まあ本当にね、ね、マロも、ね、ちょうど私舞台もう本当にその朝東京仕事終わって飛行機で来て朝の最終公演をやって、でも本当疲れたんで、まあ、まだ若かった、もちろん若かったです、20代だったの、後半だったんで、で、ちょっとだけね、終わって、いやー、やったと思って舞台終わって、寮の方でちょっと休憩30分ぐらい仮眠させてもらおうかなと思って、仮眠してて、パッと起きたら、誰お前本当に初対面で緊張して、正座してました、あの、私が寝てる前も正座してました、ね、ずっと30分ほど正座して起きるのを待ってて、で、バイトの、まあ、後藤です。あ、今日の公演を見てぜひ弟子入りしたいんですが、ぜひよろしくお願いしますと、その日は一言